はい、毎度です。今日はですね、帰りにやっぱり寄っちゃいました。そう、マクドに行ってね、このハロウィンチョコポテト、これを買いました。あとね、ベーコンポテトパイ買おうと思ったら、数量限定でありませんと言われましたので、またこちらね。あれ？あれ？入れ物一緒やん。入れ物一緒です。入れ物一緒。なんという、パンプキン&チョコと紫芋&チョコ、これソースが違うだけでした。はい、開封させていただきます。ててて、はいはい、2つ一緒よね。どっからどう見ても一緒よね。まずほな、これだけで、これが違うかもしれんか、味が違うかもしれん、これ両方2個とも。うんうん、ポテト、普通のポテト、うん、普通のポテト、安定な味で美味しいけど、これ2つ買う必要はあったのか、ソースだけもらえばよかったのではないか、そう、そんなケチな発想をしてしまうクソスパですが、はい、ということでね、両方とも同じものでしたので、ちょっとね、これをかけていきたいと思います。こちらダブルチョコソース、いこう、うまいことかかる、おお、かかったかかった、ほれほれ、うまいでしょう、かけんので、こっち紫芋、個人的にはね、こっちがね僕好きかな、多分まだ食べてないけど、いきます。うまいやんか、かけんの、またこれ両方ともこちらいただいていきたいと思います。あ、そういうことか、で汚れると思った、だからフォークついててんや、そうかそうか、いただきます。おい、糖質に糖質を塗るというね。じゃあいただきます。あ、ああ、あのね、このしょっぱさと甘さが合うね。うん、そういうことですね。うん、決してね、パンプキンな味はいたしません。はい、じゃあ次紫芋いきましょう。紫芋いきます。あ、紫芋の方はちょっと芋の香りがします。芋の香りがします。ただどっちが美味しいといえば、このパンプキンソース、パンプキンの味がせえへんけど、パンプキンの方が美味しい。この紫芋の方が僕絶対美味しいと思ったんだけど、うーんって感じですね。うーんってくどい、くどい感じがする。すごいなんだかなーっていう。やっぱりこれパンプキンの方が、なんでやろ、これパンプキンの味せえへんのに、かぼちゃの味すんの。ちょっとソース舐めてみます。あー、単品で舐めたらちょっとだけ分かる範囲、そんなもんです。うん、絶対これね、パンプキンソース一押し、間違いなくパンプキンソース。意外にね、これをかけるとポテトって冷えたらくそまずいけど、冷えてても食べれる。ただこの紫芋はこれやらかしましたね、多分。これマクドナルドやらかしたね。最近僕マクドのこの限定商品っていうのは非常に好きで好んで食べてるんですが、これやらかし、ちょっと残念な感じ。甘さ控えめなんです、紫芋の方が。甘さ控えめで、このポテトのしょっぱさみたいなの勝つんですよね。なんかもはやもう、なんかもういらん、もうお前いらんみたいな、もう単品でええよみたいな、ポテトだけ食うわみたいな感じです。こっちはね、結構甘さが濃くて、一見ね、まあしつこいっちゅうたらしつこいんですけど、普通に美味しくなります。うん、一気にデザート感みたいな、甘じょっぱさが成立しとって、非常に美味しくいただきますね。けどね、ちょっと待って、甘さに騙されてんちゃうか俺は。この素材の味で食ったらどうよ。うん、うん、ですね、結論、甘くかけなくていいっす。かけなくていい。ポテトを頼んで食べてちょっと飽きてきたなっていう時に、このパンプキンソースをかけるとすごい新鮮になって、あと何ていう、脂っこさもなくなって、あっさり食べれるって感じです。これね、相当なぼったくり商品です。はい、これね、2個でいくらやったと思います？600何本取られました。みたいな、マジかよみたいな感じでした。ということでね、以上クソシバマクドナルドハロウィンチョコポテト、これを食べ比べてみたでした。本日もありがとうございました。バイバーイ。